皆さんこんばんばの <laughs> えー、この,度の選挙、大変厳しい、えー、選挙戦でございましたけれども、えー、党員支持者の皆様、また後援会の皆様はじめ、幅広い 有権者の皆様に支えていただき、中んづく、えー、総科学会員の皆様に、昼夜を分かたぬマウコールからのご支援を賜りまして、えー、今回、当選をさせていただくことができました、大変にありがとうございました。<laughs> 今回の選選挙戦は、えー、政権を選択していただく、 大事な日本の将来を決める選挙であるということを私どもはお訴えをさせていただきましたやはり、えー、このコロナ禍という国難を何としても乗り越えて、えー、コロナで傷ついた生活や仕事経済を立て直し日本を再生させていく力は、えー、自民党公明党のこの与党の政権の枠組みしかないそのことをお訴えをして選挙戦を そのことをお訴えをして、選挙戦を戦わせていただいたところでございます。そのことが有権者の皆様にしっかりと浸透をさせていただいた結果が、こういう結果に結びついたのではないかと、そのように私どもは、私は信じております。特にこの与党の自公の連立の中での実績と、そして政策実現力、このことをしっかりと私どもは、 最初から最後まで訴えをさせていただきまして、えー、そのことが有権者の皆さんにしっかりと浸透させていただいた、その結果だと、えー、そのように考えているところでございます。えー、この今回いただいた、えー、この国政での議席を、私自身がやはり大事にさせていただきまして、えー、選挙のときにお訴えをさせていただいております、新型コロナ対策をしっかりとさせていただくことはもちろんでございますけれども、 り、その中で大変困っておられる生活面、また経済の面、こういう経済再生の対策もしっかりとさせていただきたいと思っておりますし、さらには子育てや教育、また老後の社会保障も含めた広い意味での社会保障政策もしっかりと進めさせていただきたいと思っております。そして、私は党のの大阪関西万博推進本部長も、 させてていいただいておりますこれからやはり2025年の大阪・関西万博を目指してありこの大阪・関西の発展の起爆剤となるようにしっかりと与党政府力を合わせてこの大阪・関西万博もしっかりと進めてまいりたいとそのように考えているところでございますしまた私自身の政治家としてのライフワークでございます外交・安全保障についてもですね今国際社会が 大変まましく動いておりす今までもそうでございましたけれどもこれからも自公連立の要としてしっかりとこの自民党そして公明党政府を支えて歩調を合わせてしっかりとこの日本の国際社会でのしっかりとした立場を維持できるようにそしてまた国民の皆さんの生命と財産をしっかりと守れるように。 国政の分野で頑張ってまいりたいとそのように決意をしているところでございますいずれにしても私はこれからもこのコロナ禍を乗り越えまして安心安全でそして活気ある大阪日本を築くために尽力をしてまいる決意でございますので今後ともよろしくお願いを申し上げます今日は本当にありがとうございました頑張りますありがとうございます あはりやあの弱いわゆる白昼の選挙戦でございましたので、あの最初から最後までえ緊張感を持ってあの、息の抜けない、そういうあの選挙戦を戦わせていただいたと思っており息の抜けない選挙す、はい、一切やっぱり油断できないなと、うそういう自分自身にあの気持ちを引き締めて、最初から最後まで戦わせていただいた選挙戦だったと思っております。 っう,う応援に来る場面というのもありました、はい、今後、自民党とはどういった関係を築いていきたいと、今のところ、思われていますかあの選挙戦中にあの岸田総理もそうですがあの、安倍元総理にもお越しいただき、えー、二階前幹事長、さらには山口剛環境大臣、えー、応援弁士として駆けつけていただきました。大変優等自民党さんからの,の応援をいただいたただことが 非常にあの今回の選挙戦を、えーまあ、あの極めて有利に運ばせていただくような流れを作っていただいたと感謝をしております。これからもあの今までもそうなんですが先ほど申し上げましたけれどもあの私自身も急きやらせていただきまして、えー、自公の連立の中で,です、ね、重要な仕事を自公連立の要として、えー、中央ではさせていただいておりますので。 これからも10期目もです、ねあの、自公連立あの、政党は違うんですけれども、政府をしっかりと支えて進めるように、あの役割を果たしていきたいと思っております、はいまあ、自公連立ということですが、一方であの自民党の比例代表で今回出馬されました柳本さんが、はいあの、無所属で今回3区から出馬するというような動きもあったと思います。 大阪府内ではそういうところ、自民党とはどういった関係を築いていきたいと考えていらっしゃいますかあの自民党さんとはです、ね、中央ではあの、もうご存じのとおり、連立を組ませていただいてるんですね、あの岸田あの政権が誕生するときにもあの、連立政権の合意10項目、しっかりと合意をさせていただいてあの、中央ではそういう連立をしっかりと組ませていただいている関係でございます。 ただ、地方はそういう連立という枠組みではございません、しかし、できればです、ね、あの地方でも、あのーまあ、中央で与党を一緒に組ませていただいている自民党さんと、えー、しっかりとあの連携を取らせていただいて、同じ歩調を歩むことがやはり望ましいので、これからもさまざまなテーマについてです、ね、しっかりと話し合って、協、えー、調できるところはしっかりと協調していく。 公実性はこれからも貫いてまいりたいと思っております。はい。まあその点で言いますと、あの先生はあの昨年の都構想の時は、うん、どちらかというとあの公約をまあ一緒にしている似たような公約を持っている維新の会とこう一緒に党本部の部長としてあのされていたという。 あの維新の党さんとはですねあの維新の党さんにも言ってるんですけども是々非で対応しますよとあのその都度その都度あのどういうテーマ政策課題に対してどういう対応をしていくのか大阪、関西のためになるということについては協力をしますしまたこれは大阪、関西の住民のためにならないということについては、えーまあ、あの反対をするとこういうやっぱり 一つ一つのテーマの中身を見て、是正比でこれからも対応していきたいと、そのように考えております。はい、では最後に改めて、今後の国会で取り組んでいきたいことを、報告をあのお聞かせください、はいあの。先ほどご挨拶で申し上げたんですけど、当面はやはりあの第5波が収束した,いたといってもです、ねあの、冬場には第6波が襲ってくるんではないかと言われております、この新型コロナ対策に対して、 やはり政府与党として、えー、国民の皆さんに安心していただけるような万全の体制をしっかりと、えー、整えていくことがまず何よりも大事だと思っておりますその上でこの1年8ヶ月間本当に我慢をしていただいた、えー、国民の皆さんの生活仕事の面そして日本の経済の再生、えー、これがしっかりと前に進むようにあの与党、えー、政府自民党と力を合わせてですね あのー、しっかりと取り組んでまいりたいとそのように思っておりますはいありがとうございましたよろしいですかはい <laughs> ありがとうございました、はい